皆さんこんにちは、ミーレジェンド小林です。今回は自重で二の腕の裏側上腕三頭筋を鍛えるダイヤモンドプッシュアップのやり方をご紹介していきます。腕立て伏せですね、普通にやっても十分上腕三頭筋に負荷は入るんですけども、普通の手幅でやるとね、大胸筋にもかなりの負荷が入るので、その手幅を工夫することでですね、より上腕三頭筋の方に負荷を集中させることができます。ということで、今回はより腕の筋肉、上腕三頭筋を集中して鍛えることのできる腕立て伏せのやり方、ダイヤモンドプッシュアップをご紹介させていただきます。やり方は、基本的な、腕立て伏せと手幅以外は全く一緒です。ただ手幅がこういう感じに両手をくっつけるような形になります。このまま腕立て伏せをやっていただく、両手はね、しっかり肩の真下に来るように置いていただいて、で両手をくっつけると、でそこからしっかり腹筋に力を入れて、お尻が落ちないようにこのように腕立て伏せを行っていただければと思います。見かけ以上に負荷が強いトレーニングですので、特にね、肘とか手首を痛めないようにだけ気をつけていただいて、不安な方はこういう形で膝をついてやっていただくと負荷が軽くなりますので、まずはこの膝をついたパターンからやっていただいて、慣れてきたら膝をね、離してやっていただくというような形で徐々に負荷を増やしていただくのをお勧めします。ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、今回はですね、自重で上腕三頭筋を鍛えるダイヤモンドプッシュアップのやり方を紹介させていただきました。ぜひ参考にね、トレーニングチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。